どうもお世話になっております。大間でございます。今回はですね、こちらアクアリウム東京にね行ってまいりました。アクアリウム系のイベントはね初めてで、いつもね爬虫類系の、ブラックアウトとかトンブリッジとかね、エキスポとか、まあそんなんばっか行ってるんですけども、アクアリウムっていうだけあってね、まあお魚メインで。爬虫類ちょっとみたいな感じでした。いつもね爬虫類系のイベントでは見かけない、レイアウト用のね石とか流木とかがね専用のねお店みたいなのもあって、まあアクアリウムねやってなくても十分ね楽しむことができました。今回はね生態のお迎えはないので、まあさらっとね、買ったものをね、まあ、いっぱい買ったんで、まあ、そちらをねさらっとね紹介しておりたいと思います。まずはね、何から紹介しようか。流木ですね。お決まりの。やっぱね、アクアリウムでもね、めちゃくちゃ使うみたいなんで、ね、流木、まあ、小さめの流木。あとね、ビッパーさんかな、これは。爬虫類ショップなんですけど、流木ね、そちらでもね、いっぱいね、買ってきました。これね、双子ちゃんにちょうどいいかなと思ったんですけど、ちょっとね、長そうなんで、まあ、切ってね使おうかと思います。あとなんかいい感じのね、こちらはね石ですね。いい感じのね。あとですね、これは初めて見たんですけど、アーチロックっていうんですか、アーチロックだっけ、なんか石をね、つなぎ合わせてなんかアーチ状にしてね、遠目から見たらわかんないですけど、まあ何でつなぎてあるかわかんないですけどね、いい感じのレイアウトにね、すごいなんか使えそうな石をねお迎えしました。あとはよいしょ、こちらじゃん、苔がね、苔付きの溶岩石ですね。こちらもねちょっとレイアウト用に買ってみました。なんかちょっと水つけとくだけで溶岩石がね吸い取ってくれるみたいなんで、ちょっと使ってみようかと思います。こちらね2つ買いました。あとはこちらですね、パラシュート、レゼル・ボワールさんのね、オリジナルのカルシウム剤でございます。こちらね1袋買わせていただきました。あとはこれで最後かな、こちらですね、月夜のファームさんの双星コオロギですね。あんまりね、うちは生き餌使わないんですけど、まあね、めちゃめちゃ安かったんでね、多分最終日だからですよね。めちゃめちゃ安くなったんで、買わせていただきました。先日ね、お迎えしたゴマバラちゃんがね、インセットだと食べないので、ちょっとね、こちらはね、あげていこうかなと思っております。はい、まあこんな感じですね。まあ、これからね、ちょっとレイアウトとかもね、凝ってやっていきたいと思いますので、ぜひね、暇な時にチャンネルをね、覗きに来て、見てくれたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。